その後、静雄さんと悦子さんには何度か会い、社会の裏側のいろいろなことを教えてもらった。病原菌の研究所から別の研究所に研究用の危険な細菌を運ぶとき、車だと万が一の事故が怖いので普通のおばさんが電車で運んでいること、止まれの標識の中にたまにトレマがあること、あれま、うずらの卵で百目玉焼きを作っても美味しくないこと、なんだこりゃ、ビニール傘を長い間放置するとこんな風になること、アールデコだ。かりんとうを水に一晩つけるとかなりやばいものになること、うわ、なんでもなさげな日常にもいろいろと裏側があるのだ。